だから俺も最近女の子に相談を受けてさ、28歳の、病院に勤めてる女の子が俺に相談してきて、いや、純一さんなんか、最近、仕事辞めたいんです、みたいな、お、来ましたと思って、これちょっと講釈垂れるチャンスだなと思って言ったわけよ。いや、でもね、俺も同じような理由で、その、仕事行けなくなった時もあったけど、絶対乗り越えたら、絶対に自分にとってプラスになるよ、つって。まあ、本当にね、朝起きてさ、会社行けなくなっちゃう。もう本当にね、電車乗れないとかそういうレベルだったら、やめてね、他のとこ行ってもいいんじゃないって言ったけど、違うんです。もうね、何に対しても興味が持てないんですって言われちゃったらさ、もうグーの音も出ないじゃん。グーの音も出なくない？いや、じゃあ俺5年勤めたからさ、いや5年勤めたら、5年勤めて一応さ、役職ついてたからさ、比較的、選べる立場になったわけよ。それでもさ、辞めるのってさ、勇気いることだけどさ、1年目、2年目、3年目ぐらいでさ、一周してないじゃん。ってほんとは10年やんなきゃダメじゃん、多分。俺トータルで病院に8年勤めてたから。で、2年目とかの子でさ、いや、辞めたいんですって言われて、いや、でも多分3年、4年、5年ぐらいはやった方がいいよって。辛いだろうけど、で解決できる方法がもうあるんだよ。一つだけ。人間関係が煩わしいんですみたいな。すべて解決できる方法があって、勉強すればいいんだよね。誰よりも知識があったら誰も文句言わねえから。俺それに気づいて、今までさ、挨拶頑張ろうとかさ、媚びへつらおうみたいな気持ちでやってたんだけど、自分がその、職場の中で一番勉強できたら誰も逆らってこないわけ。それに気づいて、人間関係がめちゃくちゃ楽になったのね。本当に。でもそれってさ、病院っていう専門的な場所だから言えることでさ、一般企業ってさ、座学とかしないでしょ。どうやってみんな、よりどころを見つけてんの？俺勉強してたの、ただただ。座学ってあるの？座学。座学。あるのはあるんだ。頭いいやつの方が叩かれて、でもそれって嫉妬じゃん。意味ないじゃん。聞かねえじゃん。いやいや。あなたねってなるわけよ。いやいや、そんなこともわからないんですかっていう、こういうさ、うざいテンションできるわけよ。あ、なるほど。まだそのレベルなんですね、みたいな。あ、それだったら大丈夫です。ごめんなさい、私が悪かったですってなるからさ、俺は。そのレベルなら、まあしょうがないですね。って。だってそんなさ、努力もしてないやつの言うことだって聞けないでしょ。いやいや、私はこういうことして、こういうふうにやってるんですけど、あなたはどうなんですかって言われてさ、うざいでしょ。俺だから嫌われてたんだよ。誰よりもスピード手術でしたけどね。入社して4ヶ月で病んで2ヶ月間仕事行けなくて、同じ職場に復活して、俺3年後に役職ついてたからね。でも友達が誰もいなかったから勉強しかすること、術がなかったって逆にチャンスだったんだろうな、俺にとっては。チャンスだったんだろうな。なんか、恵まれた仲間とかだったら、そいつらに頼ってただろうな。俺だから言ってたよ、配信してる時も。俺には勉強しかねえって。なんていうの俺には、そうやって見返すことしかねえんだつって。あの時辛かったな、でもやってよかった。よっぽど人材いなかったんだろうな。やめてったね、みんなね。みんなやめてったわ。みんなやめてったよ。でも勉強したっても1日1時間ぐらいだけどね。その日自分、で簡単なんだよ。その日自分がわからなかった単語。なんか、それだけ全部メモってきて、ただそれを調べるっていうのを繰り返してたら、誰よりもなんか、それアピールしたから。昨日ここわからなかったんですけど、それ、みんなに、自分より、先輩に全員媚び打ってたから、それで。いや、これ、こうやって調べてきたんですけど、つって。それだと途切れ途切れんだ、なんか。まあでも、学校の勉強とはやっぱ違うからね。っていうか、それって普通に誰もがやってることなの。意外とね、俺もさ、働いてる時はそういう風に思ってたんだけど、自分がすごいダメなんじゃないか、みたいな。でも意外と人間ってダメなやつ多くてさ、意外とみんな怠惰な人間なんだよ。多分8割ぐらいの人間ってさ、やらないんだよね。2割すごいやつがいるんだよ。本当に。そいつらに勝とうとはしなかった。8割の怠惰な人間にだけ勝ってればいいやっていう。でそうじゃない？みんなだってさ、意外とだらしないとこあるでしょ。なんか、自分のだらしないとこ開けてよ。だらしないとこ。勉強なんかしねえよな。わかんないよね。
やらねえよな。基本だらしないよね、人ってね。それね、あれだよ。あんまりね、悩まない方がいいよ。働い、な、俺なんかどうせすぐ、俺ってすげえ逃げ癖が強くて、社会に出てもダメなんじゃねえか、みたいなさ。今はさ、こうやって強がって俺なんか無職だよとか言ってるけどさ、みんな放送切ってさ、真っ暗な部屋に一人ぼっちになったらやむわけじゃん。で、俺、いや、でも、やらん、そろそろ仕事しなきゃいけねえな。でもな、俺なんて職歴もねえし、多分すごい、逃げ癖あるし、ダメなんだろうな、みたいな風に思ってるじゃん。8割の人間が逃げ癖あってダメな人間だから安心して出てっていいよ。堂々とみんな、だらしねえからな、勉強なんかしてねえし、上の奴らも、大した人間なんかほとんどいねえから。2割ぐらいの奴がいるんだよね、もう、生きがってる奴がすげえ勉強もしっかりやってさ、向上心高くて、そういう奴らが、もうそういう奴らと勝負しなくていいから。8割ぐらい。それほんと真実だよ。俺間違いねえと思うもん。だから俺ね、国家試験、受けた時に、すっごい自分に自信がなくて、大丈夫か大丈夫か大丈夫かって、ブワーって勉強したの。いやでも俺ダメなんだろうなって。でも、意外とそのクラスの中では、そのトップの方で合格するみたいな。みんなにも経験あるでしょ。うわ、なんか、受験勉強とか、テスト勉強とかでもさ、いや俺ダメだろうなって思ったけど、意外とみんなやってなかったみたいな。ない?ない?意外とみんなやってねえんだよ。意外と。たまにあるでしょ。たまにあるでしょ。ないの、それじゃあ、みんなあれだよ、怠惰な人間だよ。ほんと、いや、あるでしょ、なんでもいいんだよ、一個ぐらいあるでしょ、なんでも。あ、意外といけちゃったよ、みたいな。なんでもいいんだよ。なんでも。やってないっつってもあいつらやってるもん。いや、それはだから2割の人間を見てるんだよ。2割の人間も。いや、俺は本当に、できる人間じゃなかったから。俺やらなきゃできない人間だったから、いるじゃん、要領よくやるやつって。2割。2割ぐらいでしょ。俺、でもやるからさ、俺、なんていうの、自分が勉強とかできないから、なんか俺さ、集中してハマるととんでもないことになるじゃん。配信とか見ててもそうだし、俺ね、勉強とかでもそうなのね。俺、ババアを虐待してるから、おめえがやると勉強できないんだよって、俺高校3年生の夏から、俺おばあちゃん虐待しながら、勉強したのね。1日18時間ぐらい、マジで。もうすべて俺、この加藤家のパワーをすべて俺の受験勉強に捧げてくれっつって。タバコ吸いながらさ、許してくれっつって。これニコチンを切らすと今俺勉強できねえんだよっつって。タバコずーっと常に吹かしながら俺、英単語覚えてた曲があるわ。歌で。深夜に。で、ババアがさ、ジュンがおかしくなっちまったっつって。隣のババアに相談しに行ってさ、ジュンが勉強しすぎておかしくなっちゃったっつって。集中できればそうなんだよな。意外と。ただね、興味ないやつは本当にできないんだよね。こだわりが強いんだよ。真面目だったよ、俺すごい。お前と違ってみんな本物のアスペだから無理だよ。アスペルガーだったらできるでしょ。いや、勉強してなかったよ。それでも、やらなきゃいけないところはやってたよ。やらなきゃいけないところは。みんなもやりゃいいんだよ。お前って本当にゲーセンで勉強してたよ。ゲーセン勉強してたよ。キングオブファイターズがやりたすぎて、受験期にね、キングオブファイターズっていう格ゲーが好きすぎて、立山にね、スバル、立山駅前にスバルっていうゲーセンがあったんだけど、昔。世界、日本で一番タバコの検挙率、高校生のタバコが検挙されるっていう、ゲームセンターがあったんだけど、1日平均4人逮捕されるっていうね、タバコで検挙されるっていう伝説のゲームセンターで俺通ってて、朝昼晩。で、受験やんなきゃいけないわけよ。受験勉強しなきゃいけないわけよ。で、種山駅の隣にな、スバルの駅前の、スバルの隣に、東進っていう予備校があったわけよ。うん、その東進で勉強して帰り道に、スバル寄ってみんながね、タバコ吸いながらさ、格ゲーやってる音楽だけ聞いて俺は英単語を覚えてたっていう。